はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ね、パパッとねご紹介したいと思いますが、今回ご紹介するのは、こちらですね。はい、はい、出た、ドラゴンボール、バーサスですね。ガチャガチャ、こちらの11弾、もうそんな出てたんだな。はい、これをね、回してきましたんでね、はい、早速ね、ご紹介したいと思います。はい、じゃあまずね、もう、いっぺんに出しちゃいます。はい、ドンと。はい、まず1、2、3、1個忘れた、はい、4、ということでね、メルカリというガチャガチャを回しましたはい、メルカリで、もうコンプしたのを買っちゃいました。はい、いや、あのね、自分の近くね、やってないんだよね。もう筐体がないんですよ、このドラゴンボールのガチャガチャの。だからね、もうしょうがないんでね、メルカリでガチャりましたよ、もうはい、まあ、その方がね、手っ取り早いし、ダブりの恐れもないんでね、まあ、いいんじゃないですかね。まあ、回した方が面白みはあるけどね、ガチャガチャは。はい、ということでね、一つずつ、組み立てて、見ていきたいと思います。はい、組み立て終わりました。ではね、一体ずつ見ていきましょう。まずはね、看板、はい、こちら。はい、看板に関してはね、出来はいいですよ。特にね、ムラとかもないし、まあ個体差あるかもしれないけど、これ当たりですね、私の。最初この赤いのちょんってはみ出てんじゃんと思ったら、これ多分傷ですよね、元からあるね、設定の。でね、これね、何があれってね、多分台座これで合ってると思うんですけど、まずね、まず自立しないっていうね、これどう上げてもこれ自立しないんですよ。なんかいろんなはめ方を試したんですけど、多分これが一番合ってるんですよ。この穴の、あら、位置といいね こういう感じで穴の位置といいね。どう見てももう膝を入れるところの穴なんですよ。でも入れるとね、全然自立しないんですよ、これ。これがね、バーサスシリーズってあるんですよね。全然自立しないっていう。はい、で、次がベジークスゼロ。はい、これもね、当たりですね。特に色ムラもなく、よくできてるんじゃないですかね。こう、気候派を打ってるポーズですかね。まあ、ベジークスって知らないんですけどね、まあ、ベジータとトランクスが、まあポタラかな、これはね、ポタラで合体した姿ですかね。いや、ドラゴンボールヒーローズ自体全然知らないんでね、まあ、カンバーはね、アニメ見てるんで、 YouTube でねドラゴンボールヒーローズのアニメで、カンバーは知ってるんですけど、ベジークスは知らないんだよ。で、これもものの見事にね、これ自立しないんですよ。穴は合ってるんですよ。穴は合ってんだけどね、こう自立しないっていうね、このもどかしさ。いや、これはもうひどいな。続いて、
ご飯、はい、はい、ご飯もね、いいと思いますよ、はい、特に色ムラもなく綺麗な方だと思いますね、うん、でね、ご飯はねちゃんとあの台座がちゃんとあって、ちゃんとはい、ちゃんと立ちますね、はい。で次、はい、悟空、はい、いやね、悟空に関しては見てください、もうひどい、色ムラがひどい、これ何これ、色ムラひでえな、これ、もうこれね、むしろ不良品レベルですよ。いや、ほんとこの塗装やってんの、何これは自分で塗ってるんですか。すごいね、このはみ出し方。いやー、悟空は残念だね、うん、まあ、他の部分に関してはいいんですけどね、ここの造形とこれひどいな、これクレーマーだったら苦情入れるレベルですね、これね。まあでもね、これもねちゃんと自立するんですよ、これで親子カメハメハを再現できます、はい。じゃあ親子カメハメハはね、ちょっと寄りで見てみましょうか、はい、ということでね、これ寄りでいきます。いや、やっぱねこの2人が揃うといいね、親子カメハメハ、うん、いや、こうやるとね、このバースシリーズはいいと思いますよ、うん、この2体だけでね十分だったんだけどね、うん、どうせだったらコンプした方がいいかなと思って、この2つ買いましたけど、自立 しないったらありゃしない。これ自立どうしようかな、絶対無理、絶対無理よこれ、ということでね、今回は、ガチャガチャ HG ドラゴンボール VS11 ということでね、ご紹介させていただきました。はい、またね、フィギュアご紹介していきたいと思いますので、この機会にぜひね、チャンネル登録、あとね、いいねボタン、グッドボタンお願いします。では、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。